バイバルオーディション番組、プロデュース101ジャパンザガールズから誕生した11人組ガールズグループミーアイが11日千葉幕張メッセにて開催された K カルチャーフェスティバル K コンジャパン2024の K コンステージに出演しました。グレーやメタリック素材で揃えた衣装で登場したミーアイ、デビューシングル未来の収録曲シュガーボムで初の K コンステージを華々しくスタートし観客を沸かせました。その後のミニコーナーは2択のうち観客の声援が大きいリクエストを選択してメンバーたちが実践することに。見てみたいチャレンジとして挙げられたガールズグループルセラフィムのスマートとアニメ推しの子の主題歌で話題を集めた夜遊びアイドルの2択ではスマートが選ばれ、腰を使った鮮やかな動きでルセラフィムの南極のダンスを披露。しかしこのダンス動画がネット上で物議を醸したのです。議論に上がったのは高見彩音、ルセラフィム本家からかけ離れた大胆なアレンジが加わったこの動画にネット上では賛否の声が分かれたのです。ルセラフィムをリスペクトしていない、自分だけ目立とうとしているといった批判の声が聞かれました。一方で自分の見せ方を分かっていて魅力的、堂々としてて好きといった声もあります。このように高見は好き嫌いが分かれるメンバーとして名前が挙げられる一人、アンチも多く叩かれすぎとの声も。なぜ高見にはアンチが多いのでしょうか。それでは理由についてご紹介していきます。高見の好き嫌いが分かれる理由3つを見ていきましょう。理由1、ビジュアル問題。髪型が変、顔が可愛くないという声やオーディション中の髪型が残念という人が多くいました。アイドルらしいパッチリお目目ではないもののクールビューティーな綺麗なお顔立ちですよね。髪型もオーディション中の髪型が残念という声が多かったですが、今の髪型は多くのファンが良いと感じているようでした。理由2、目つきが悪い。先ほども触れましたが、高見は可愛い系ではなく切れ長のクールビューティー系の目をしています。そんな一重で切れ長の目が目つきが悪く見えるようで、態度が悪いと誤解を生んでしまうことがあったようです。高見をよく知らない人からすると、高見の落ち着き冷静さと目つきの悪さで良くない印象を持つ人もいるかもしれません。理由3、性格が悪い。性格が悪いから無理という SNS での声があるようですが、本当なのでしょうか。これに関してもファンからこのような声が上がっています。彼女のビジュアルを見た時にブスだからと叩こうとしたが、外見だけでは誹謗中傷になると考えたアンチが、高見は性格が悪いから批判されていると自らの行為を正当化するために様々な難癖をつけて荒探しをして、叩かれる要因を高見側に押し付けているだけです。メンバーに話しかけられて後ろを向いただけで、後ろを向くなんて性格悪いという意味わからない悪口が回っています。アンチが難癖つけているだけです。性格の悪さを決定づける出来事は何一つなく、ただ高見のことを気に食わない人がデタラメを言っているだけに過ぎないようです。ファンからはむしろ礼儀正しくて謙虚で性格が良さそうというような声が多くありました。では逆にどういったところが多くのファンを引きつけているのでしょうか。これについても理由を4つ紹介します。理由1、ロゼに似てる。圧倒的な歌唱力と表現力、高見はミーアイのメンバーの中で海老原つづみさんと並んで抜群の歌唱力があることで知られています。口パクと耳を疑ってしまうほどの美しい歌声です。歌唱力だけでなく歌唱中の表情管理など細かな技術も認められているようです。またブラックピンクのロゼに歌声が似ているのではとの声もあります。聞けば聞くほど歌声の虜になっちゃいますね。これが人気の一番の理由でしょうね。理由に、高いダンスの実力。ダンス経験はなくオーディションに参加したようですが、キレのあるダンスで実力も認められているようです。高見のダンスについて、癖が強い、ダンスの味付けが濃い、治安が悪くなるという SNS での声もあり、これもダンスが下手などの好き嫌いが分かれる要素になっているようですが、基本的にこれらはマイナスな評価ではなく、むしろそれが高見彩音らしさになっており、高評価につながっているようです。理由3、面白いキャラクター。メンバーの中では物静かな印象が強いですが、バラエティ要員としても期待できるポテンシャルをお持ちのようです。普段のふわふわした様子からは想像できないくらいのステージ上でのバチバチ感、さらにバラエティもいける面白さ、そのギャップが多くのファンを増やしているようですね。
理由4、謙虚で努力家。言葉遣いも丁寧で、オーディション中も人一倍深いお辞儀をするなど、謙虚な姿をたくさん見せていました。何でもこなすところを見て、天才という人も多いですが、それらは全て努力の賜物だったようですね。ファンからの反応を他にも見ていきましょう。高見彩音のアンチの湧き方はもはや人気なの確信できる。圧倒的に高見人気だな。実力で黙らせるわ、アンチも味方につけるわでたくましい。日プの時のスタイリングより今の方がずっと似合ってるし高貴に見える。高見彩音のダンスは実際見たらめちゃくちゃ目惹かれるよ。このように多くのファンから支持されているようですね。好きの反対は無関心とも言いますし、アンチが湧くほどに人気があるんでしょうね。では次に韓国のファンの反応も見ていきましょう。彩音は砂糖を煮詰めた魅力の爆弾みたい。彩音とても愛しています。可愛くて歌が上手で愛しています。ミーアイのエースになりそう。日本を代表するスーパーアイドル。不思議、彩音の踊りには見る人の視線を奪う魅力がある。韓国でもかなり人気のようですね。では最後に高見彩音のプロフィールについてご紹介します。生年月日は2005年5月15日で、年齢は2024年で19歳になります。身長は 158cm で、この身長はプロデュース101ジャパンザガールズの中では平均より少し低いくらいでした。出身地は岩手県で、学校は京都府にある中高一貫校の大谷中学校高等学校に通っていたようです。そして部活は軽音楽部に所属していて、高校時代から歌の実力が高く、メインボーカルとしてパワフルな歌声で注目を集めていたようです。その証拠として高見は令和4年度第5回高等学校軽音楽コンテスト近畿北陸大会に軽音バンドのメインボーカルとして出場し、ベストボーカル賞を受賞したことがあり、他にも令和5年度全国高校軽音フェスティバル2023ではヴィンテージというバンドで出場して、パワフルなボーカルとキレのあるダンスを披露し、カバー洋楽部門最優秀賞を受賞しています。特技の一つに茶道があり、プロデュース101ジャパンザガールズ日プ3女子公式 PR 動画では浴衣姿で特技の茶道を披露し、清楚な一面が話題となっていました。ミーアイの中でファンに特に人気のペアは海老原つづみと村上りのんでした。いかがでしたか。高見彩音は3位という順位でミーアイのメンバーとなり、これは本人も驚くほどの高さだったそうです。ですがそれゆえかアンチも多く、批判の声も多く見られました。しかし好きの反対は無関心というように、これは高見の人気の高さの結果とも言えます。これからも高見彩音と輝き続けるミーアイを応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。